皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスの、プレイングサッカーで、シャッフルモードですね。これをやっていこうと思います。はい、世界中の選手をランダムに選抜して、たった一つだけのチームを作るという、どんなチームができるか完全に運次第という非常に面白いモードですね。はい、大阪来ましたね。はい、ジズいますね。なるほど。あ、ペーペーもいる。あ、これは、なかなか、大阪とジズのコンビネーションですか。見れそうですね。はい。で、長井と長友がいる、長谷部もいると。日本人やっぱり多いですね。うん。ディフェンダーも申し分なしと。うわー、逆に。あ、強いですね、エクアドルの選手。変える選手がいないっていう。いや、これはどうしよう。日本人の使いどころが少ない。はい、適当に組みますと。これも強いな。長友どっかに入れないといけないですね。長谷部か。いやー、今野の方が劣るな。でも、まあ、いっか。はい、これはかなり強いですね。ペペがいるんで、ディフェンスは本当に申し分ないという感じで。長友シャドウにしますかね。あ、違うが、長友サイドか。そうですね。はい。いや、ちょっと足りないな、でも。長井がいて。はい、かなり、落とす選手がもったいないですけどね。こうしますか、じゃあ。ジルー長友、大迫。この3人のトリを組ませて、トライアングルで。ここで狙うか。狙えますかね。ちょっとこれで動き見ていこうと思います。はい。ジルー非常に身長高いんで、そこが大迫とどう組むか。どっちも動き出しないんですよね、でも。相手イタリアですね。はい。いや、これ足元しかないな、でも。はい、ふわっと。あら、浮かない。ふわっとパスが欲しい。はい、足元折り込んで。はい、1点ですね。キック力ありますね、自分。いや、簡単に1点入っちゃったな。ハイプレスは、ジルーが行かない方がいいか。はい、ここサイド空いてるな。あひどい。つたない。ちょっと。はい。あと、大阪は足元掘り込んで。うわ。いいパス。なかなかいいパス出しますね、この人。エクアドルの。はい、もうミドルシュートで。はい、ジルーいますけど、ずっとど真ん中に。いるんで、はい。あー、ちょっと待って。もうちょっと引いてほしいですね。はい、落として、うわ。やっぱり動き出しがない2人が、そうですね、今のも大迫にパス出したんですけど、動き出しがないですよね。ちょっとストライカー配置がダメかもしんないな。大迫ストライカーに配置したんですが、ちょっとこれクロスで。いや、強い。ちょっと待って。なんか操作ミスが目立つ。はい、ここ当てて、ジルー足元としてシュートと。ちょっと硬いですね。はい、もう一回ジルー足元狙います。はい。やっぱり、イタリアなんで、ディフェンス、ブロックが鋭いですね。はい、これも全部ブロックされちゃってるんで。なるほどね。逆に中央のプレスがちょっと弱い感じですね、イタリアは。はい、長谷部ここにいますね。またジルー足元で。いや。はい、大阪上げます。もうこれにします。はい。大丈夫かな。長谷部行かせて。ここで取れれば。はい、大阪に当てて下げて、サイド使いますか。ね、ここ強いんでね。はい、大阪足元で。ああ、悪くないですね、今の。やっぱりフライボールよりも今みたいなボールの方が大阪は得意かもしれないですね。はい。下げますか。で、ジルーに当てて、サイドで。長友が、はい、効いてますね。いや、強い。ありがとう、長友。はい。文句ないですね。はい、長友の、うまい突破からクロスで、シュートまでいけたんで、大成功ですね。いや、ちょっと待って。
ここら辺だな、やっぱり。はい、取りましたね。ねじる足元で。はい、いいですね。やっぱり足元に放り込めば強いですね。非常にキック力あって。うん。はい、これは取って、大迫から前出しますか。はい、ちょっとかなり角度、ドリブル角度きつくなっちゃいましたね。もうちょっと縦に切り込めれば、簡単に点が入りそうな感じなんですけど。いや、ちょっと待って。取れるよ。はい。取ってね。取ってね。いや。はい、取りましたね。うわはは。そうか、やっぱり、同じタイプのフォワード2人並べちゃうと、こういうことが起こり得るってことですね。はい、長友のナイスミドルシュートで、なかなか決まらない感じに。ファークロス、もう1点取れればファークロス狙いでいきたいと思います。はい、当ててサイド使わないと。長友を使いますか。長友のファークロスでできれば終わりたいんですけどね。はい、ファークロスで、はい、これですね。はい、成功しました。ジルーにファークロスで1点と。やっぱり高さを生かすにはこれですね。特にクロスはファーに飛ばした方が折り返しもあって決まる確率高いです。まあ、ニアはその分裏をかく意味で。はい、大迫の足元に。わあ、強いな。はい。まあ、4-0 ですか。今回はジルー、長友、大迫と。ちょっと大迫とジルーのポジショニングのね、取り方。最初失敗しました。大迫ストライカー配置にしたんですけど、それだと動き出しがないので、若干動きがね、不調和が生まれたと。で、ジルーをファーサイドに配置して、大迫、手前に配置するセンターフォワード2枚ですね。これに長友がクロスを上げる形がベストでしたね。はい。2回目、4点目あっさり、ジルーへのフォアクロスで点決まったんで、そうするべきだったと思います。というわけで今回は、ジルー、大迫、長友のトリオで、トライアングル、いろんな形を試しました。が、まあ比較的、まあそこそこということでね、終わりたいと思います。